はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとはね、 YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこの安数のチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なのでね、皆さんぜひよろしくお願いします。はい、今日はね、いい話だと思いますよ。自分で言うのもなんなんですけどね、まあ、僕ね、めっちゃいい方法思いついたんです。以前より何回も取り上げてお話ししてますけども、患者さんへの言葉の書き方についてなんですけどもね、まあ、以前からお伝えしている通り、いろんな受け取り方がありますので、難しく考える方がたくさんおられます。今でもどう声をかけたいかわからない、声をかけたいけど書き方が見つからない、もう何回もいろんな言葉使ってるから、なんか新しい言葉ないかな、これからどうしたらいいんだろうなどとね、まあ、過去の経験から悩んでしまい、これからの未来に対する不安が出てきますよね。しかしこれから僕がするお話を聞くと、そんなお悩みも今日で解消されるかもしれません。それでは始めていきますね。入院してる時って、まあ、頑張るのは実は病院の先生なんですよね。治療の方法を考えたり、手術のやり方を考えたりっていう、それらを頑張ってもらうんですよ、先生に。じゃあ患者は何をするのかというと、先生の指示に従うんですよ。先生の言うことを聞くだけでいいんです。寝てなさいって言われたら寝とけばいいんです、こう。ね、暇だからね、テレビ見たり、スマホをいじってたらいいんですよ。でもね、入院患者さんって、入院中に必ずやってることが2つありますよね。2つ。食事と薬を飲むことですよ。病気の種類によっては、まあ、薬を飲まない患者さんもいてるかもしれませんけども、必ずどっちかはあるんですよね。その2つに対して頑張れって言ってあげてください。頑張って薬飲みや、美味しくないからって飲まへんかったらあかんねんで、頑張ってご飯食べや、口に合わへんからもう知らんけど、なんか一口くらいは食べや、この2つです。これやったら毎回言ってあげるでしょ、帰り際にね。まあこの内容やったらほんまに気使うことないと思いますんで、まあ、食べ合うことなんか言ってあげてください。まあ、例えば親とか誰でもそうですけど、誰かの体を心配するときってこう言いません？ちゃんと飯食ってるか的な言葉。一人暮らししてるお子さんね、子供さんに対して実家からお米が届いたりするのって、体のことを心配してくれてるかと思うんですよね。そんな気持ちで、ご飯食べや、薬飲みやって言ってあげてください。まあ今日はそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンのチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。